はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、ミッシングリンクステージ3、断ち切られた鎖、今回はこちらをやっていきます。ではステージスタート。間違いない、あの目元、あの髪、エルナとそっくりだ。ヴィンセントは俺の息子だ。こんなところで出会えるなんて、歯車がずれまくった俺の人生だが、一周回って巡り会えたのかもしれないな。できれば味方として出会えてればよかった。だがそれは叶わないことだ。何も知らないまま息子を自分で手にかけなかっただけでも幸いだった。話したいこと、聞きたいことは山ほどある。だがその前にすべきことがある。ジャブローの空におびただしい数の命が散り、戦闘は決着した。ジャブローの防衛は鉄壁だった。お偉いさんたちが地下に引きこもり、せっせと作り上げただけのことはある。だがそんな大要塞も地面の下じゃ地下水路から侵入を許したっていうんだから大笑いだ。こっちはホワイトベース隊のガンダムと量産されたジムの力で撃退したらしいが、これで地球上はようやく安定を取り戻しつつあるんだが、こいつが俺たちにはどうやら厄介となった。グレイブにとっちゃ俺たちレイスを飼うメリットよりもリスクの方が大きくなる頃合いだろう。あの青いジムみたいな死角に黙ってやられるのはごめんだ。さて、打てる手は打たせてもらうさ。そこから俺たちの逃避行が始まった。もう地球連邦を頼ることはできない。どこにも味方はいないのに、不思議と解放された気持ちだった。俺たちはグレイブの鎖から解き放たれたんだ。ここで俺は面白いことを思いつく。空へ上がっちまおうと。だが空に上がるには連邦のガードが硬すぎる。そこでジオン部隊としてジオンの基地から空へ上がる。まったくどうかしてる。でも俺たちならできる気がした。そして俺たちはジオンの占拠するキャリフォルニアベースへと進路を向けた。断ち切られた鎖。こいつがジオンの偽装すんのか。すげえな、偽装とかってマジでどうやるんだろう。パスポートとかもさ、なんか偽装パスポートとかさあるけどさ、すごくない？税関とか普通に通過できんのかな。ジオンの命令書と作戦行動偽装、ジオンの特務招待。ジオンの特務招待って言ってもさ、ジオンの機体が一機もないじゃん。とりあえず全部奪いましたっていうのかな。身分証、VIP 用のザンジバル、そりゃ無理でしょう。こうなってくるとトラックに乗っかってんのが一番怖いよね。追撃されたらどうにもならないからな。所属不明の部隊に次ぐ指揮官の生命と目的を述べよ。
任務ご苦労様です。いやさすがだ、偽装ジオンなまり。かなり大型か。おお、ビッグトレイにジムとジムキャノンか。あれは連邦は今は敵だからな。確かに数は結構いるよね。これはまた前半戦がなかなかきつい感じになるかな。しかももしかして出てきたね。いやこいつはね普通に強いんだよね。確かにさ、ビッグトレイは懐に入れば大丈夫だけど、問題はペイルライダーだよな。ジオン魂を見せてやろうぜ。そんなもんないだろ。フィクサーがペイルライダーを撃破か。マジか。いや1万7000はね普通に強いんだよね。マグネットコーティングとハデス持ちだからね。さあどう攻めていくかだな。まあ、まずはちょっとずつ進んでいくか。一応思うのが援護できる位置でって言ってもね、美しいかな。接近専用だからね。ガンキャノンか。24はねそれなりに消耗するからな。たくかかる火の粉はなんとやらだな。2460普通に倒せるか。ペイルライダー普通に来てるな。ってことは次戦闘になるね。どうする。一応狙えるか。ロケットランチャーが当たるんだな。ってことはちょっとここの位置をキープしつつ、違う、こいつのテンション上げていこう。回避はされるか。数を減らしておこう。こいつは厄介な状況になっちまったな。何死に損ないが。誰でもいい、俺が全員刻んでやる。こいつはマイペースだな。さてちょっとここら辺からはセーブが必要になってくるね。支援用のエネルギーをね取っとかないといけないからね。マシンガンで倒せるかな。
援護防御を入れとこう。よし、ナイス回避。テンションはアップ。こいつは防御、トラックは防御できないの。よし、ナイス回避。でペイルライダーが来たね。反撃はしておこう。ここで与えられる分だけ与えておく。ビームライフルで確実にゴー。俺はここだぜ。さあ来いよ。本当マジかよ。まともなやつならブルって逃げ出してるところだぜ。落ちろ。ショータイムだ。1ヒットか。どっちか外れたな。おー、マジで強い。スレイブレースが外れたか。しかもテンションが下がってしまった。さてさてさて、こっからはマジセーブしての総攻撃だな。このターンで全ての蹴りをつけよう。まずピクシーは普通にリッパーを使って、ビームライフルだな。バズーカがな、当たってくれればな、でかいんだけどな。頼むぞ。お前なんかにピクシーが負けるかよ。外れた。これで5100か。クオ強い。4300だから2発当たれば倒せるかな。ビームライフルで大丈夫かな。一応これでやってみよう。3900の回避。ちょっとこれ普通に死ぬでしょ。死ななかったけど、これはロードだな。最初の攻撃でね、3発当たってくれるとすげえありがたいんだけど。ビームライフルの、ここもビームライフルにするか。そうすると全員が 70% オーバーか。お前なんかにピクシーが、ま、当たって当たって、よし、いいね、いい感じだ、いい感じだ。おってか、むしろさ、ロケットランチャーじゃなくてガンキャノンの攻撃当たってたら倒してたね。これで最後はトラビスでとどめを刺すか。いやー、ほんと強いわこいつ。よーし、ちょっとね、回復しないと無理だからね。このまま次のターンへ行こう。狙ってくんかい。さすがにジムキャノンというだけはあるな。これ中は入ってないよね。 OKOK。 どうするかな。1,2,3,4,5,6 体戦艦合わせて7体か。これ攻撃したらてかダメージ止めても、どうする。エネルギー自体かな、若干減ってるからな。とりあえず次はここからが勝負か。ジム6体をどうするか。まず普通のジムの射程外からガンキャノンで攻撃をしよう。違うな、 68%。 よし。でステイブレイスはここに来てビームライフルでぶっ倒すと。
でピクシーの前にコバフトラック動かしてよかった。そこコバフトラック危険かな。そっちにしよう。どうしようかな。底力って何書いてあるけど、エネルギーはなるべく節約していく。そのビームターンが出なそうだな。これはよし、これでこうのマシンガンでいいでしょう。 OKOKOK だいぶ排除できたな。からのスレイブデイズ、マシンガン、マシンガンで倒せるかな。5ヒットすれば余裕だね。 OK で、ビッグトレイは、そうか、射程がこれか。なんかコバトラック狙われたら危険そうだけどな。こいつも倒しておくか。ピクシー強いね、やっぱり強いわ。よし、あとはあっちの陣だけか。スペブレイズはもう2しかないね、エネルギーが。これだけ排除したから死ぬと嫌だからセーブしておこう。いやー、ミッシングリンクは本当前半戦が歯応えあるね。逆に2回はやりたくないよねそうすると当たった。5280。てかさ、ジムキャノンのキャノン砲食らってさ、このホバートラックがさ生きてるっていうのがすごいね。てか死んだんだけど。セーブしといてよかった。7000くらったよね。どっちかかわせばなんとかなるな。 43% だからね。よしよしよし、しかもこっちを狙ってきた。オーケーオーケーオーケー、超強気。このジムキャノンどうするかな。とりあえずトラックをここに置いておこう。反撃されるのかな。されないね。1700。でこのロケットランチャーみたいなやつ、痛い。でセーブレイス、超一撃にしとくか。でビッグトレイは挟み込もう。ピンポイントアタックの、でこいつも、もう一個こっちか。こっから狙うと300。なぜ微妙に残る。防御にしよう。さてさて、2900か。最後なんかこれで倒したいな。お前はホバートラックにやられるんだ。大金星だなホバートラックがビッグトレイを落としたみたいなあいつは伝説のトラック野郎だって。ジオンにその名が知れ渡るぞ。グレイブって正体何だったんだっけ結局。何か妙なことでもあったか、全然分からん。おお、これは内通者か。
発信機のようなもの。そうするとこいつ俺だ早っなるほど、監視役か。それを退けたんだな。ペイルライダだよな。まあガンキャノンの射程は重要だからね。モビルスーツが3機とモビルスーツが2機っていうのは全然違うからね。やっぱりおっと、ガンキャノン今直撃を食らったぞ。キャリフォルニアベース落とされたら宇宙に上がれなくなるからね。残弾もあとわずかか。補給とかマジでどうしてんだろう。これは？マルコシアスタイ援護しますって。あれ見たことある機体がいるなって。二刀流
その通りだね。侵入するのは侵入する。よくさ、あんな距離のジム倒したよな。おお、単価切るね。知ってるよ。そういうのとかあんの？懐かしい気持ちになる人とか。特務部隊レイスの隊員たちはどうにも奇妙だった。ギーはうさんくさい連中だと警戒しているが、俺には彼らの持つ雰囲気が新鮮に映った。中でもレイスの隊長であるトラビスさんはシュナイド隊長とは真逆のタイプだが、部下からの信頼は厚いようだ。その上、偶然にも母の知り合いらしく、いろいろな話を面白おかしく聞かせてくれた。いつの間にか彼の周りには人だかりができ、俺たちは久しぶりに腹を抱えて笑った。だがこんな愉快な時間は長く続かない。連邦の総攻撃が間近に迫っている。北米カリフォルニアベース。いや、トラビスってそんな面白い話できんの？そんな感じじゃないけどな。いや、こうやって倒したいよね。サク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 って。どうやってんのマジで。ピクシーはね、ほんと強いんだよ。
お、こいつはもう乗り込んでるね。燃料は何？この時代の燃料ってマジ何なの？やはり連邦は空中量で来るね。あれ真ん中の緑のやつはなんだ、ジムスナイパーのなんとかバージョンかな。てかめっちゃいるな。さてでは出撃しますか。ちょっとね編成がね変わったんですよ。ブライトさんホワイトベースに乗ってます。で適性が合わないのが早速いるね。ビグザムをねジャムルフィに変えちゃったんで、こいつをちょっと配置し直すか。何がいいかね。そうすると強力な機体とかはもうないからな。高機動型ゲルググって言っても宇宙用だしな。地上で使えるものがねイフリートか。イフリートでなんとかするしかないかな。普通のゲルググもな。こっちも高機動ゲルググか。変わんねえし。マーク2出すか。で、オプションパーツ。取れた。これと、あとこれと、これ。こいつ絶対出れないでしょ。ビグルフ。こっちを待機させて、力戦でも乗せますか。まあこれでいいや。さてこれでこれと、敵軍ユニット20機以上撃破、4ターン以内に20機以上撃破。そうか、じゃあサクサクサクっと倒していくか。そうするとこれすごいよね。2連装メガ粒子砲、攻撃の範囲がでかい。残時バルを先に進んで、同じ、ね、値段だったんですよ。グレイファントムとか全部ね20万だったんですけど、武装がねこのメガ粒子砲がついてるんで、ホワイトベースが1個頭出てますね。その割にはね値段が一緒っていう。なんか謎のシステム。後ろのやつから倒していこう。無理か。ちょっとじゃあ早々にテンション上げよう。テンションが上がればパネル系は射程がめちゃくちゃ伸びるんで。後ろからやっぱね攻撃してくるのがね鬱陶しいんで、タンクは早々に倒す。で出撃アレックスで、ビームライフルで、ビームライフルかな、やっぱ射程短いからね。グレートジュームって出れるんだっけ。出れるわ、余裕だな。メガリウス砲、メガリウス砲でいくつか当たるか。超強い。グレートジオングとか強すぎでしょ。もうどんどん排除していこう。
しレベルアップ。攻撃力が全然違うね。284もあったっけ。あとここはジョニーダイに任せる。なんか地上適性が上がるとかスパログでいう A アダプター的なのはないのかな。サブフライトシステムを使えっていう感じか。ムードメーカー、フルディスティニー一発でな倒せないっていうところが厳しいけど、まあ、そこはしょうがない。ジオングが出れねえのか。サブフライトも置いてねえしな。じゃあガンダムの資産ゼロ号機を出しますか。の試作ゼロ号機そうだ、射程自体は短いんだけど、こいつミリをバカすか食うからね。攻撃力はねめちゃくちゃ強いんだけどね。一応うちの敵を排除しておくか。今回はね早急に敵を倒していかないといけないんで。いや攻撃力は高いわ本当に。これはガンダムマーク2になるとね弱くなるからね攻撃力。まあ試作機っていうのはね大体持てる力の全てをつぎ込んでるんで、まあワンオフの期待にはなるんですけど。てか20機ってさ、あ残り8って書いてあるね。こいつら全然攻めてこねえし。じゃあ武力攻撃で倒そう。あこのミニトレ積んでる？積んでない。さあさあさあこのまま、じゃあ試作ゼロ号機は暴れさせていただきますか。ジョニーハイドにやっぱりなちょっと宇宙用っていうところが痛いな。一応地上でも出れるけど的な。しまった、下げる前に攻撃しとけばよかったかな。2人で倒せっかな。1600か。 EGF 出すか。で190ミリキャノン砲 OK。そして去っていく。でこいつをあれ見た、もう一個か。射程5の武器が欲しいよね。でそしたら帰ろう。で下の部隊はサイコホカロとかねエネルギー無尽蔵だからな、こいつ。マークジンダーも下げちゃっていくか。グレートジオンクもこうエネルギー食うな。そうすると拡散メガ粒子って35も使ったんだ。だったらずいぶんアングリックの方が良かったな。これはちょっと失敗したな。エネルギーを見てなかった。エネルギーを、しかもグレートジオンク飛んでんだ今着地っていうのが見えたけど、これも変えれねえなんてことだ。ハローがちょっとここから攻撃していくと。はいはいはい、オーケーオーケー。
よし戻れ戻れ。お前ら何もしてねえだろお前らその場にいただけだろ。待って一歩も動いてないよ。ああ違うんだ、マルコシアスと。何、背後から敵が。あと何ターンとか言ってきそう。タイムリミットはあと8ターンって結構あるね まあもちろん HL 部分を破壊されちゃいけないからね。アンノーンがどっから出てくるかだな。お、なんか水色のガンキャノン、重装型。うわ、射程は長いね。2ターンくらいで多分 HLB の射程に入るな。隊長取ってて逃げ出そうか一番乗りーみたいな。じゃあちょっとこっちも進んでいくか。サイコハローを派遣するかね。そうするとマルコシアスは下だったよね。ザクがめちゃくちゃ固まってるけど、ザク全然機動力ねえな魔法機動型ザクは別にいいけどさ。さてじゃあちょっと行くか、このまま街に一旦入っちゃっていいか、着艦して。よし OK。後ろのやつらがな、来たら厄介だな。いつらはまだ進んでこないか。ただね、ガンキャノンは絶対進んでくるからね。あと7ターン。おお、結構距離があるな。どうする、一回回答しちゃうか。そうだな、こいつ帰還させて回答してで向かおう、戦艦ごと。でそこからハロ出してここにいられる。よし当たるねさすがだ。黒い悪魔のお通りだ。前期は破壊できないか。とりあえずなんか HLD を狙ってきそうなやつを率先して倒すか。俺が壁になる。みんな早く乗り込むんだ。ヴィンセントもこういうのってさ、機動力にある機動力のあるモビルスーツに乗ってた方が安心だよね。うわやっべ俺全然押せんだよみたいなヴィンセント早えな。こいつ抜ける。こういうザクとかさ、動きが欲しいぜ。でこっちは上でしょ。次の探検な。ピクシーがもうちょい、いやピクシー機動力あるね。6か。でもこっちはホワイトベースに任せよう。ビッグトレーンに何が乗ってるかだな。あジムかパクって金にしよう。常に金欠ではあるからな。ジムキャノンの射程はさすがだな。ここから攻撃をしてくるか。ザクを狙ってきたか。こんなとこで死んでたまるかよ。やってやる。
800か。反撃しとこうかな。じゃあ邪魔をしてくれるなよ。どっこいどっこいだな。あと問題はこのガンキャノンだよな。 26% か。パルビットで一発で倒せそうな気もするけど、と第一番の線全然余裕だな。まあこれはねサルベージで隠るんで。いやサルベージマジ役立つよな。でようやく5レベルと。でミカミックスももう40レベルかめちゃくちゃ強いな。てかさ、まだ1年戦争終わってないのに。あれこれってさ、みんな乗ったら終わりもしや。あーなるほどね。ってことはなるべく敵は飛ばしてギリギリまで粘りましょう。でザクは確実に不安なんで乗せよってか乗れねえし、そもそも。こいつだけ焦ってんだろうな。やっべえ俺だけ間に合わねえみたいな。こいつここに置くか。でガンキャノンも OK。 でピクシーも余裕だな。あとはこっちの部隊を基本的にはね、無双できるキャラクターがいないからね、とりあえず当てておいて、ジョニーライデン出すか。でビームライフルで大丈夫でしょ。あとはこいつらか。2発で倒せるよな。さすがに大丈夫か。陸自分相手だったらやっぱりな。ブルーティスに3号機が微妙な攻撃力だよな。ビームスプレーかもしれない。ビームライフで大丈夫かな。よし、で下に行こう今度は。でビームライフルで、こいつを狙うと。 OK。 でこいつは上のやつをまず解除して、さらにこいつも倒すか。でここにいればとりあえずモビルスーツは出てくるでしょう。エネルギー使えないかな。本当にエネルギー不足になるわ。一発で倒せるか。 OKOKOK。そこのガンキャノンが残ってるの誰も攻撃できないでしょ多分。できねえな俺。ほっとくか。でこっちのまあ当たるんだよね。 OK 倒せなかったか。そうか、悲しいな。エネルギーが、ジョニーライデンのエネルギーがほとんどなくなってきたな。よし、で、ザンクはちょっともう一回動いて、
で、この2機はもう排除するでしょ。いや、ちょっと無双キャラがいなかったら結構厳しいよね。 HLV がやられそうになる。あいつら白旗上げてるから、まあ、ここら辺に陣取っておくか。真ん中、うん、16しかないエネルギーが。で、ビッグトレイカラーは回避しておこう。よし、出てきたね。これを全部回避できるかな。いきなり食らったし、まあ、それはしょうがない。こういう運命なんだ。攻め込んできたね。あそこのビッグトレイもな、積んでそうだな。あと5ターンでしょ、まあ、時間的にね、余裕はあるからね。もうちょっとサイコパンク攻め込むしかない。倒せるやつは全機倒す。で、ちょっともうこっちのモビルスーツも出しちゃう。多分ジム積んでるよね。積んでるね。ハルタクルでいいや。戦艦のな、移動力がもうちょっとあってくれると助かるんだけどな。戦艦用ブースターみたいなのないのかな。こっちもようやく乗れたな。いやー、危なかった危なかったって。進んで、で、グループ攻撃倒したよ、こいつは。はい、OK。まだエネルギー大丈夫だね。この2機はな、大丈夫だけどな。排除してから体力が落ちると、センサーでちょっと怪しいな。4レベル。ビームスプレーガンっていうのがね、グルーブスに参入ってちょっとエグザムの使い方。お、そういえばこいつら捕獲するやつだった。普通にぶっ倒してたけど。しょうがない、一気だけで我慢するか。ちくしょう、この野郎残ってる。どうしようかな、こいつで倒すか。俺のお金がジムを解体するはずだ。よし、ちょっと次。ってことはこいつ倒そう。全然倒せないし。エグに倒す。で、こいつをビームサーブルで切り刻んで、テンション上がったところでエグザムシステムでこいつを倒す。ギリギリだな。いやー、こっちは平和になったね。あとはこっちか。もうひたすら反撃をする。一番エネルギーの少ないやつでいくの。ここはハルビットしか使えないか。ハルビット、ハルビット、来るね。友軍がやられている姿を見てなお向かってくるところが
すげえよな。意外に連邦軍の兵士も根性持ってるな。次々と落とされていってるからね。これミニトレーだからぶっ倒していいでしょう。戦艦とかを倒した方が経験値が多分多いと思うんだよね。まあ安納軍の隊長機が一番高いんだろうけど、攻撃はそろそろ攻撃力300に乗るな。トリルパンチはさすがにエネルギー使いすぎるからね。ビッグトレーからモビルスーツが出てくるから、こいつを取っとかないといけないんだよ。3機出てくるとここ全部かわそう。いや、いいね、よくかわしてるね。おー、うっと、さてさて、なんかいいスキル、経験値ブースト使おう。で、ビッグトレイ、さらばだ。で、サルゲージはね、戦艦のやつがね、使えるんですよ。ここはちょっとね、別のスキルをつけたんで、スキル、サルゲージ、回収。そして、あとはミニトレーダー。いや、こいつらもさ、これだけの戦力を投入してさ、やられるとは、47,000、やられるとは思わなかっただろうな。まあ、一応全員乗っけないといけないので OK。 もう周りには誰もいないからね、安心して打ち上げを行ってくれ。出てきた。しかもめっちゃ近い距離にいるじゃん。速すぎるでしょ。ジムの機動力どれだけあんのよ。どうも敵の射程内か。ジムのスプレーガンも撃墜できるんだね。出れたんだ、普通にピュッて。頑張ってくれ。倒せると思うんだよね。ちょっとちょっとまた出てきたよ。飛べ宇宙へ。え、首の骨とか折るのてか、まあ、ロケットなんて乗ったことないけどね上に上がるからなんか首に衝撃が来るのかな。
ザンジバルはあそこにあるじゃんみたいな。やられてしまった。てか HLM ってなんとああいうシステムだったんだ。上の部分があれなんだね。で下の部分は多分その3段式ロケットみたいな感じで1段2段3段みたいな感じで離れてくんだ。まあ偽装だね、偽装。さっきのはあとはいらん。戦艦買ったからね、若干お金が減ってるけどまた少し取り戻しつつあるな。ハロディープストライカーとかになるんだ。マジか、ディープストライカーってこれすげえよな。あと8レベルがわからんね。グレートジオング、あーパーフェクトジオングね。でビグザムで4と5がちょっとわからん。アワードジムはジムカスタムが作れるのか。あと6レベルで何かね、くそメモとかにしたんだったな。ここら辺は特に変わってないね。 EG8 はどうしようかな。スレイブレイスにするかピクシーにするか。ピクシーとスレイブレイスだったらピクシーの方が強いんだ。ロケットランチャーが3かな5。ピクシーは多分接近戦だよね。ローザンライトアタック。ファイターを乗せたいんだよな。マシンガンだからね。そうするとスレイブレースにしとこうか。ここもまあそのまま行きましょう。フルディスティン。てか2号機とかってなんだっけ。エグザムをねそのまま使えるやつがいいんだよね。ブルーディスティニー3号機ってエグザムを1回使わないといけないじゃないですか。ただブルーディスティニー2号機ってそのままねエグザムが使えるんですよ。もう常時エグザム発動みたいな。でそれを考えると2号機の方がいいんだよね。どうしよっかな。2号機にしちゃおっかな。2号機にしよう。ちょっと2号機にします。でちょっとジオングが出せなかったからこの辺なんだ。これパーフェクトジオングかな。これなんだ。マジでわからん。でこいつはもうガンダム早速1号機から3号機までに発展するので、まあこんなもんかな。であとはユニットの設計を見ますか。あるね。ああマービンヘリオット機か。 OK。 はい、というところでミッシングリンク第3話はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。